開式の言葉を唐津市肥前市民センター総務教育課長草葉康親が申し上げます。ただいまから平成31年唐津市成人式肥前会場での式典を開式いたします。晴れて大人の仲間入りをされた皆さんに、唐津市民を代表して心からお祝い申し上げます。これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちをどうか忘れないでください。またこれからは皆さんが後輩たちを導いていく立場となっていくことも自覚し、今日からまた新たな気持ちで頑張ってください。私が今このような環境で勉強できているのも、いつも支えてくれている家族のおかげだと思います。いつもありがとうございます。これからも頑張るのでよろしくお願いします。これからは親孝行ができるように一生懸命仕事を頑張ります。お願いします。これからも頑張ります。仕事も頑張り、家のこともちゃんとするように頑張ります。頑張って先生になろうと思います。お願いします。周りの支えてくださっている周りの方々に感謝を忘れずに頑張っていこうと思います。親孝行できるように頑張ろうと思います。これからも頑張ります。これからも頑張っていきたいと思います。今年は2月に准看護師の資格試験があるので、まずは資格を取ることを目指し、その後は正看護師になるため、仕事と学校の両立を頑張っていきたいと思います。早く免許を取って立派な機関長になりたいと思います。これからもしっかり働いて親孝行できるように頑張っていきたいと思います。早く仕事になれ、親孝行できるように頑張ります。将来の夢に向かって着実に一歩ずつ頑張っていこうと思っています。以上です。今以上に技術を学び、立派な整備士になりたいです。成人したので、社会人としての自覚を持って行動します。今まで支えてくれた人たちと周りの人を大切にしていきたいと思います。早く一人前になって親孝行できるように頑張りたいです。今佐賀市で保育士について勉強しているので頑張ります。これからも頑張ります。今までお世話になった人に恩返しできるように頑張ります。公務員試験に受かるように頑張りたいと思います。これから親孝行できるように頑張りたいと思います。安全第一に考えて親孝行をしていきたいので、親孝行をしていきたいです。これからも仕事頑張ります。以上です。いずれ一級技能士の資格を取るために頑張っていきたいと思います。身近な人を大切にして頑張りたいと思います。以上です。地元で営業しているので地元の方はあるかもしれません。よろしくお願いします。子育ても頑張ろうと思っていますのでよろしくお願いします。ぼちぼち頑張ります。はい、地で航空機作ってます。頑張ります。支えてくれる人たちに感謝をせず頑張っていきたいと思います。立派な介護士になれるように頑張っていきたいと思います。皆さんに安心して車に乗っていただけるように頑張っていきたいと思います。これからも頑張ります。よろしくお願いします。これからは成人したので親孝行をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今まで関わってくださった全ての人に感謝をして、いろんな視野を広げながらいろんなことに挑戦していきたいと思います。ありがとうございます。4月からウェディングプランナーとして結婚式場で働くので、結婚式を挙げたい方をお声掛けください。社会人としてはまだまだなので、これから頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。
早く一人前になって親孝行ができるように頑張りたいです。夢を叶えるために頑張りたいと思います。夢を叶えるために頑張っていますです。親孝行できるように頑張ります。と、7月にパパになるんで、現場職についているんですが、早く1人前やって頑張りたいと思います。これからの人生悔いなく生きていこうと思うので、よろしくお願いします。これからも頑張っていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。立派な社会人になるよう頑張っていきたいと思います。これからも頑張ります。親元離れて生活してみて、親の大切さが分かりました。これからは親孝行できるように頑張っていきたいと思います。優しく背中を押してくれた親に感謝しながら、これから親孝行をしっかりしていきたいと思います。新成人としてこれからしっかり成長して、していきたいと思うので、よろしくお願いします。野球もちょっと頑張ります。頼ってもらえるような看護師になれるよう頑張りたいと思います。一人の社会人として自覚を持った行動をとっていきます。よろしくお願いします。本日は成人を迎えた私たちの門出に対し、このような盛大な成人式を催していただき、誠にありがとうございます。私たちも20歳を迎え、すでに実社会に入り、仕事に従事している人や学業に励んでいる人など、立場は様々ですが、一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に向上心を持って前進する覚悟がございます。この自然豊かな肥前町に生まれ、小中高と共に競い合った仲間と、今こうして唐津市肥前町の新成人としての誓いを共にし、このふるさとを自分たちの誇りとして心に刻んでいきたいと思います。そして後に続く後輩たちの見本となるような社会人を目指していきます。まだまだ未熟な私たちではありますが、この感謝の気持ちを忘れず、成人としての決意を持ち、力強く、優しく、たくましく、明るい未来へと躍進することをここに誓い、新成人代表のお礼の言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。新成人の皆さん、本日は誠におめでとうございます。新成人の皆さん、常に挑戦者であれ。挑戦者の資格を有するには、挑戦者であるあなたを支えてくれる人の存在に気づき、その思いを汲み取れる人間性を持つ必要性がある。それで初めて挑戦者としての資格を得ると考えます。あなたの挑戦が大きくなるほど、それに比例してその支えてくれる人も多くなることでしょう。将来的には皆さんに周りの多くの人を巻き込むぐらい壮大な挑戦をしてもらいたい。それは逆を取れば、あなたを支えてくれる多くの人の存在に気づき、その人の思いを汲み取れるような大きな大きな人間性を持った大人へと成長してもらいたい。そして最後に、真の挑戦者となって、皆さんが人生における最大の成功を収めてほしいと願っています。これをもちまして、平成31年唐津市成人式肥前会場の式典を閉式いたします。はい。